と全然違う感じだね。ああ、ご年配の方や一人で来てる人が特に多いね。これも春明座ならではの。おっと、二人とももうすっかり集中しているね。M 君、僕たちも頑張ろう。この舞台をいいものにするためにね。よし。ちゃんとイメージできたから大丈夫。頑張らなくちゃ。司に負けてられないしね。中山は日野よりも三つ年上の28歳だ。博多出身で、高校では一番の学力。人気者で爽やかだが、プライドが高く負けん気が強い。大正15年に入社し、文芸誌白波の編集者として働き出す。クールで仕事のできる後輩の日野にライバル心がある。この物語は、体に繰り返し叩き込んだ。集中しろ。これから、中山の人生の物語の1ページを見せるんだ。始まったね。司くんの出番は前半すぐだ。騎士との会話の後、日野が編集部に戻ってくる。はあ、どうしたものか。ともあれ報告しなければ。おはようございます。そんな日野に対して中山は、おはよう。ああ、またあの作家か。ああ、編集長。彼がまた締め切りの延長を申し出てきました。今度こそギリギリかもしれません。わかりました。司くん、もしかすると。いい君だ。淡路先生の担当に選ばれて調子に乗っているから、こういう目に遭うんだ。せいぜいあの神経衰弱気味の作家に振り回されて苦しめばいい。仕方がないな。やはり通し稽古とはまるで違う。あの表情や動きは台本にあるものじゃない。中山として気持ちが動いたからこそ生まれたものだ。司くんは今、中山になっているんだ。だが、あれは。印刷所に行ってきます。お疲れ様でした。
はい、ありがとうございます。は、はい。加藤さんの指摘は正しい。今回司くんは中山という役をリアルに演じることに集中していた。そしてその代償として必要以上に役が立ってしまった。役者はただ役に没頭すればいいというものではない。芝居全体の流れを捉えてシーンで見せるべきものを見せるため、時には存在感を抑える、そういった選択をする必要もある。練習の中で何回かその話はしていた。実際司くんも練習ではバランスをとっていた。だが今日は入り込みすぎてしまっていた。確かにそうだ。俺は演じきることばかりに気を取られて、本来必要な芝居全体を見せるという役割をないがしろにしてしまっていた。ありがとうございます。司くん、おめでとう。パパパンパン。おめでとうと言ってもらえるほどの出来ではなかったかな。結局俺の演技は芝居から浮いてしまっていたわけだし。でもちゃんと一歩は進めたんだから、それは受け止めていいんじゃない？ああ、司くんは自分の殻を破ることはできていたよ。お前たち。天馬さん、皆さん。お、バクマさん、お疲れ様です。お疲れ様です。今回の公演、皆さんのおかげでとても楽しかったです。それからありがとうございました。お礼を言うのはこちらの方であって。そんなことないです。天馬さんと出会って僕は主役をやってみようって思いました。え？僕は前にお話しした通り、ずっと日陰にいる彼らにもっと光を当てたいと思って演じてきました。でも、天馬さんとやりとりをしているうちに思ったんです。主役とか脇役とか、そんなことどうだっていいんじゃないかって。僕はただ、役と彼らの人生と向き合って演じるのが楽しかったんじゃないかって。それに、それぞれの人生を生きている彼らを主役だとか脇役だとか言って区別してしまうのは、それぞれの人生を生きる彼らにも失礼なんじゃないかって思って。マクノさん。だから一度は断ってしまったんですけど、こちらからお願いして映画の主演をやらせてもらうことにしました。え、本当ですか？はい、天馬さんのおかげで決めることができました。だからありがとうございます。バクノさんの力になれて光栄です。今回は助けてもらうばかりで、役者として舞台上で成果を出すことはできなかったが、
また一つ前に進むために必要なものを得ることができた。それに幕野さんを笑顔にできてよかった。うん、この経験を糧としてまた一歩前進していこうではないか。あ、そういえばどうかされましたか？僕が今度出る映画のキャストは春明座から何人か出ているんですけど、ちょうど今エキストラも募集をしているんです。なのでもしよければ皆さんも応募してみてはどうでしょうか？え？映画に？